Thank you.
メラのバッテリーが切れました。もう少しで終わります。青年をゲットしました。仙台から日々福島を思って時々福島に立っていろんなことを考えているという青年でした。座り込みですかって言って静かに立ち寄ってきて一緒に座りましょうと言っていろんな話をしました。はい、それではクロージング集会どうぞ思いのある方リレートークと打ち勝っていきたいので回します。一番最初阿部石子、今日自分の曲を持って参加してくれた阿部石子、さあ歌を弾こう。もう一回聴いてください。自分の曲じゃねえか。まあいいや。あとマイク回しますので、ぜひここでまた。はい。あ、いいですか。すいません。歌詞カードを配りました。本当は2番から行こうかなと思ったんですけど、2番が太鼓の皆さんとパーカッションあるので、森を作ろう。もしよかったら一緒に歌ってください。小川のほとりの替えバージョンです。あ、もう全然合わない。やめて森を作ろう。
3回切るんだ。現地対策が当然の。あと福島県ここの3回なんですね。だからこれを現地対策を多く一周して運んだわけ。どういうわけですか。何もやらない現地対策。命を返せ。Yeah.
査にめげずに、警備にめげずにここまで来ました。サイレントでもサウンドでも通りのデモとは珍しいそうです。私たちサイレントでも少なかったですけど、秘めた怒りを胸に胸を張って歩きました。でここで一人 の、 あの青年をゲットしました。仙台から日々あの福島を思って時々福島に立っていろんなことを考えているという青年でした。座り込みですかって言って静かに立ち寄ってきて一緒に座りましょうと言っていろんな話をしました。はい、それではクロージング集会どうぞ、あの思いのある方リレートークの時間でいきたいので回します。一番最初阿部石子、今日自分の曲を持って参加してくれた阿部石子、さあ歌を弾こう。もう一回聞いてください。自分の曲じゃねえか、まあいいや。あとあのマイク回しますのでぜひここでまた、はい、すいません、歌詞カードを配りました。本当は1番から行こうかなと思ったんですけど、2番が太鼓の皆さんとパーカッションあるので森を作ろう、もしよかったら一緒に歌ってください。小川のほとりのタイバージョンです。あーもう全然合わない。原発やめて森を作ろう、森を作ろう、森を作ろう、原発やめて油断が許しません。文科省が何ですか、奈良県料亭で数字を改ざんしてるなんて、子どもたちに向ける顔がありません。私たちはとにかくそうした国のあるいは国の支配の中にいる、そうした本当のことを隠し続ける人たちに向かって牙を剥いてきちっと見届けたいと思います。次の子どもたちを作るにはそうした大人たちの姿を束ねて見せていきましょう。生きるとはどういうことかをきちっと見せていきましょう。どなたか皆さん、はい、リレートーク富山行こう。今最前子ども福祉の最前線で野菜カフェを守り続けている富山店長よろしく。皆さんお疲れ様でした。非常に大声出しまして声かすれてるんですけど、本当はもっと美声なんですけど、実は11月11日にですね、野菜カフェおのるというものを、新町稲荷神社の近くに、オープンしました。理事とオーナーと3人のスタッフでやりました。そこにいらっしゃるお母さんたち生の声をたくさん私は聞いております。あそこにある絵ですね、妊婦さん、あとは小さな赤ちゃんを抱いたお母さん、たくさんいらっしゃいます。福島は今どうなってるんでしょうかとか、避難した方がいいんでしょうかとか、あとここに残るんならどうしたらいいんでしょうか。お野菜が食べれません、食べさせられません子供に。私たちは西日本とちょっと区域を限定しましたけれども、本当は福島の野菜を食べたいんですみんな。でもこの原発事故以来、最近はお米問題、非常に安心して食べさせようかなと思ってるお母さんたちのもう失望はもう騒動でします。ぜひ行政の方で助成するんであれば、子どもたちと助成は通学している子どもたちと助成活動は共存できません。ですから自主避難保障もしっかりしていただきたいし、避難をどこかに疎開保養すべてに力を注いでいただきたい。そして福島をきれいにして戻ってきてくださいと言ってください。それまで半年か1年か3年か5年か分かりませんけれども、そういう努力をしてください。福島を私たちは捨てたくないんです。本当に福島は大好きなんです。だからこそ今行政がしっかりと福
島をきれいにして再稼働はやらない。原発を先ほどの歌にありましたように森にすればいい。もうアイデアはたくさんみんな持ってます。ですからぜひ食を一番です。私たちは子供を毎日毎日食生活もう疲れてます。ですから私たちのお店は限界があります。ですから行政の方もっと支援をしていただいて、避難自主避難に対して県立の新聞のように相手の県に対してもう受け入れてくれるだというそういう報道もありました。冗談じゃありません。私たちは選択したいんです。本当のことを言っていただいて選択したいんです。ですから私たちはできる限り残っている人が次の避難するまで、それまで子どもたちに内部被曝を増やさないようにお店を作りましたけれども、行政のやることはいっぱいあります。ぜひ皆さん の応援で、皆さんのこういうデモの力でぜひ行政に分かってもらいたいと思います。今日はありがとうございました。確かに例えばサイレントでもここにいるメンバー 2,4,6,10人に満たなかったです。でもこの一人一人の後には声なき声がついてると思ってやってました。チラシを113,800枚なんですが、それでこの数かと思いましたが、1回はそれをただ見て、あ、こういうのもあったんだ。でも2回目はおっとまた注意を引いて、でも3回目はきっと足を運んでくれるという応援に来た友達が言ってました。私たちは数ではなくこうした一人の一人の思いの強さを信じてまた次に行きたいと思います。せっかくですからここでどうぞ皆さん、相田めぐみさんよろしく。マイク両前から来た陶芸家相田めぐみです。彼女はいつもなら福島で12月あだかせきをして年を越すんですが、今回やっぱ福島では無理だということで東京で陶芸展をやります。はい、その決意も含めてどうぞ。皆さんこんにちは。伊達市霊山町というもう世界的に有名になってしまいました町に住んでます。小麦地区というところは非常に悲惨な状態にありまして、言い立てとも違って家ごとに線量を測って、この家は危険なので逃げなさい、あなたたちは大丈夫ですというような感じで、部落の中でも残る家、出て行かされる家あります。それによってもちろん保証金も賠償金ですか、賠償金もあったりして、住民の心理的なストレス、もう本当に想像を絶するストレスがあります。で、私は霊山町の出身ではありません。福島市内の出身ですが、霊山町に移って焼き物をやって17年になります。それで今年は東京の友達が福島はもう人が行かないだろうから東京で個展をやったらっていうことで、今週の土曜日から小金井で個展をやることになりましたが、福島の霊山町の焼き物は放射能を出しませんかという質問が来ました。もう私は本当に悲しいと思いました。風評被害と一言で言いますけれども、福島県はいくら安心だ安全だって言ってもやはりこれからもうますます大変な県になっていくと思います。それでも私たちは諦めてはいけないと思います。子どもたちもいます。子どもたちのために母親たちは立ち上がってます。みんな自分の生活を守るのに必死です。誰が悪いっていう、もちろん私たちも悪いと思います。私はプルターマルも反対で今年の2月に県庁に立ちました。でもその時には10人ぐらいしか立ちませんでした。もうやっぱりみんな日本人の感覚が麻痺してるんじゃないかと思います。こんなに恐ろしいことをしていいんでしょうか。人間が手に負えない核などを持っていいんでしょうか。原発を全て廃止するまで私は戦います。福島県だけでなく日本全国、福
島から北海道に逃げた人もいます。でも泊原発を犯してしまいました。わざわざ北海道まで逃げたのに、私たちはどこに逃げたらいいんですか。日本にある54基すべてを廃炉にするまで皆さん頑張りましょう。よし、廃炉、廃炉。日本が将来なんて国だろうって、もう本当に子供や孫ががっかりするような国にならないように、今私たちが頑張らなければ誰が頑張るんでしょうか。皆さん、これから寒くなって気分的にも落ち込みますが、少しでも前向きに考えて、私たちが私たちの手で未来を掴んでいこうと決意を新たに、明日からまた生きていきましょう。ありがとうございました。旅寺さん、東京から見えてる旅寺さんに振りたいと思います。こんにちは、目黒でリサイクルショップをやっているサミティアと言います。今日はちょっと椎名さんと知り合いまして、今日も6ヶ月前に一度こちらに来て、半年ぶりにデモをやらせてもらいました。東京でも地域の人たちにですね、お客さんにいつも、デモに出るように誘いかけています。この間の11月6日のデモには、サミティアから38人のお客さんたちが一緒に立ち上がってくれました。東京の人たちもなんか自分たちがずっとやっぱ福島に負担をかけてですね、電気をもらってたということに知らなくて、そのことに対してすごく怒ってるし、もう、原発を止めたいと思ってる気持ちの人はたくさんいます。それをでも行動になかなか表すのが、デモに行ったことない人とかそういう人はなかなか難しいんです。それで私はリサイクルショップをやりながら、普通の街のお客さん人たちに一人ずつデモに出ようというふうに言ってます。で、一人ずつ初めて反原発のデモで立ち上がったっていう人たちがたくさんいます。だから私福島の人たちはもっともっと複雑な思いでいらっしゃるんじゃないかと思ってます。もう本当に立ち上がりたいけどなかなか立ち上がれない方いっぱいいると思います。でも根強く一人一人に声をかけていくっていうことは東京も福島も一緒だと思いますので、一緒に頑張っていきましょう。力強い言葉ありがとうございました。寒さもちょっときつくなってまいりましたので、最後に元気なシブレコールを皆さんでして参加といたしたいと思います。よろしく飛びしょう。お疲れ様でした。やっぱり昨日も東京で5500名のデモをやってきましたけども、福島で声を上げるのはきついですね。本当に全部の世界中の原発を止めて、私たちの手で人間らしく生きられる世界を作っていきましょう。スプレヒコン、すべての原発を今すぐ脱出だ。子供たちの未来を私たちの手で取り返すぞ。最後の最後まで私たちは生きるために戦うぞ。戦うぞ。頑張ろう。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。皆さん本当にありがとうございました。子ども福島、あるいは今日は、全ての原発をなくす総会議ラジエンドグループ様に皆さんに参加してもらって、とても盛大に、あるいは先代からのありがとうございました。いろいろ支援の中でやり遂げることができました。ぜひこの隊列を崩すことなく、次にはこの倍3倍ぐらいにして、またここをデモでやりに行きたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。